ローンで二世帯住宅買ったぞ。ママと同居するから。は？嫌なら離婚だぞ。ああ、じゃあそれで。え？もう休憩終わるから財産分与とか詳しいことは帰って話そう。待て、なんでそんなに即決なんだよ。あんな嫁いびりバーバーと同居するくらいなら東尋坊でバンジージャンプした方がマシだから。お前、ママに向かってなんてことを。結婚の挨拶であなたの実家に行った時、私が何されたか忘れたの？靴のかかとを踏まれてぺっちゃんこにされたくらいなんだってんだ。それだけじゃない。トイレに行けば電気を消され、ポテトサラダに幼虫を混入され、30を超えた女は汚らしいと塩水をぶっかけられ、あの時は一人息子の俺が結婚するからって気が立ってたんだよ。だからってあんなことするなんて、人としてどうかしてる。あれから2年間お前からママを遠ざけて暮らさせてやったんだから、心が許し時だろ。無理。わがままな女だな。夫の言うことを素直に聞けないのか。うん、だから別れよう。いや、それは違うだろ。どうしてそんなに極端なんだ。最初に離婚だって騒ぎ出したのはあなたよ。それはママが、そうやって脅せばいいって、全部ママが。さっきから気になってたんだけど、ママっていうの気色悪いからやめて。なんだと。今まではカッコつけておふくろとか呼んでたくせに、マザコンが覚醒ってやつ。元からこう呼んでたけど、お前にはワイルドな男を演じてたから隠してた。え、チャイルドの間違いじゃなくて、俺のどこが子供ってんだ。ファミレスで恥ずかしくて注文できないとことか。上がり症なんだから仕方ないだろ。あとお化けが怖いから電気がついてないと寝れないし。泥棒を警戒してるだけで幽霊には怯えてなんかない。はいはい、そういうことにしときましょう。クソ、バカにしやがって。で、離婚するの？しないの？しない。二世帯住宅でママと同居して、ローンはお前が払え。だから嫌だっつってんだろ。話聞けや。なんて野蛮な喋り方なんだ。ね、こんな女嫌いでしょ。さっさと別れた方が良くない？その手には乗らないぞ。お前がいないとローンを払う人間がいなくなるからな。なんで私があんたたちが勝手に組んだ借金を背負わないといけないのよ。それが嫁の務めだからだ。じゃあもうすぐ私は嫁じゃなくなるし、関係ないね。そうはいくか。もういい、仕事戻るから帰って話しましょう。離婚なんかしないぞ。何が何でもお前に言うことを聞かせてやるからな。皆さんはなぜこんな男と結婚したのかと思いでしょう。数年前はあの間抜けさに母性本能をくすぐられ、可愛く見えてしまったのです。はあ、若気の至り。私は茜、32歳です。夫の周平は29歳で、ファミレスで彼がつまずき手にしていたジュースがたまたま通りかかった私にぶっかかったのが出会いです。その後なんやかんやで仲良くなり、交際に発展し2年前に結婚しました。夫は子供っぽいところを除けば家事を率先してやってくれるし、仕事で疲れ切った私に毎日マッサージをしてくれて、とても気遣いのできる申し分ない夫でした。車で30分の距離に住む義母が多少難点でしたが、結婚の挨拶でのことがあって以来、私は一切関わらなくていいということで夫にも同意をもらい、平和に暮らしていました。その彼が急にマザコン夫に豹変だなんて、100年の恋も冷めるとはまさにこのことです。離婚という言葉を出せば妻はすがりつくに違いないと思っていたらしい夫は、私の態度に焦ったようで、このあとさらにとんでもないことをやらかすのです。数時間後。お前が金を出さないってんなら自分で作るまでだ。何？家にあったお前のも全部売ってやったぞ。は？おとなしく言うこと聞かないからこういうことになる。何を売ったのよ。独身時代から使ってる古くっさい家具や家電とか。洗濯機も冷蔵庫も生活できなくなるじゃん。新しい家に引っ越すんだからいらないだろ。あと趣味で集めてる汚い石の数々。嘘、私があちこち出向いて採掘してきた原石たち。あと他にも服とか靴とか、とにかく全部売って50万くらいにはなったかな。社会人になって10年間コツコツと集めてきたのに信じられない。どうだ、夫に逆らうとどうなるか分かっただろ。そうやって私を脅すんだ。離婚するならしてやってもええ。その代わり今よりもっとひどいことしてやるからな。よく分かった、もう離婚って言わない。じゃあ俺の言うことに従うな。そうするしかなさそうね。買った二世帯住宅のお金はもう支払ってるの？あと2週間くらいで融資執行されるから、そのまま即不動産屋に支払えば完了だ。家具家電ないのにそれまでどうやって暮らす気？それまでは実家で同居だ。なるほど、まあある意味好都合か。何？いや、何でもないわ。新しい家に行くまでにママが嫁とはどうあるべきか叩き込んでやるって言ってたから、しっかりと学べ。
ますます好都合だわ。楽しみだね。いろいろと吹っ切れたようだな。そのまましっかりと俺とママに尽くしてくれよ。2週間後。今新しい家の引き渡しが終わった。明日にでも引っ越すぞ。あ、そう。なんだその態度は。別に新しい家も引っ越しも私には関係ないことだし。何言ってるんだ。私は同居しない。土壇場になって勝手なこと言うな。私はあんたともバーバーとも一緒に住まない。どんなに騒いでもこの事実は変わらないから。一緒に住まないなら離婚することになるぞ。いいのか。喜んで離婚します。手取り10万でローン頑張って。え、この時をずっと待ってたのよ。離婚したらどんなひどいことになるか分かってるのか。そんな曖昧な脅しちっとも怖くないから。これまではビビって俺たちに従ってたくせに強がってるだけだろ。いいえ、確実にローンが通って引き落としが完了するまで待ってたの。どういうことだ。あんたらにローン地獄を味わわせるためよ。はあ、家の家具やコレクション全部捨てられて私が黙ってるわけないでしょ。復讐のためにおとなしく俺とママの言うことを聞いていたのか。あんたらが私の収入ありきでローン組んだことは分かってたから、もう引き返せないところで逃げてやるって決めてたの。2000万のローンがあるんだぞ。勝手なこと言うな。そもそも工場勤務のパートで手取り10万のあんたがどんな裏技使ってそんなローン通したの。ママが知り合いにいろいろ聞いて俺でも貸してくれるローン会社を調べてくれたんだ。それってどこよ。悪魔のささやき金融ってとこ。ハンアウト。え、そこ。この辺りじゃ超有名な闇金じゃん。え、表向きはホワイトなローン会社を装ってるけど、黒光りしたベンツとかバンバン出入りしてるらしいよ。何それ、怖い。そんなとこから借りたら金利もやばいんじゃないの。ドイツとか。うわ、やば。なんだよ、どういうことだよ。10日で1割返済って意味。2000万借りてるなら1ヶ月で600万返さないといけないわよ。そんなの無理だ。なんで言葉の意味もわからないままお金借りちゃうかな。どうせ支払うのはお前だからいいだろうって思ったんだ。救いようのないアホだね。どうしよう。まあそんなの私には関係ないし、サクッと賠償金と慰謝料請求するね。はい。損害賠償はあんたが売った家具や原石合わせて100万円。お前が独身時代から使ってたガラクタや汚い石がそんな値段になるわけないだろ。確かに家具家電は大したことないだろうけど、原石の中にはオークションで落としたダイヤも入ってたのよ。あの薄汚れた石の中にそんなものが。原石には全て鑑定書と査定金額の紙があって、それは貸金庫に保管してある。いやでも俺たちは夫婦だぞ。あれは共有財産になるから俺がどう扱おうと問題ないはずだ。全部私が独身時代に買ったものだからあんたの財産にはならない。うそー。で次にあんたとババアに精神的苦痛を受けた慰謝料としてそれぞれに200万請求する。俺たちは何もしてない。職もないくせにでっち上げたって無駄だぞ。私がこの2週間何の意味もなくあんたらにこき使われてたと思う。え、同居初日あんたとママにお寿司でも食べてくるように言って5万円渡して送り出したでしょ。それがお前これから俺たちに世話になるから家中を掃除しとくって言ってたよな。実際帰ったら綺麗になってたし。あの時家の至るところにカメラを仕掛けてたのよね。はっ、ほらあんたの実家って古いじゃない。泥棒とか入ったら大変だし防犯対策に。それっぽいこと言いやがって。そしたら偶然撮れちゃったのよね。お母さんが私にダメ嫁だの豚嫁だの言ってほうきでバシバシ叩いてるところとか。これはかなりヤバいことになってきた。あんたがチューハイの空き缶を私の頭に投げて50点って笑いながらゲラゲラ笑ってるところとか。そんなところまで。最悪だ。ってことで2人で慰謝料400万円の支払いもお願いね。ただでさえローンで大変なことになってるのにそんなに払えるか。そんなこと私には関係ないって言ったよね。待てよ、財産分与があるだろ。そんなもんないわよ。そんなわけあるか。将来子供ができた時のために貯金してるって言ってたじゃないか。全部使った。何に。家事の合間の当分補給用に1箱10万円の高級お菓子を3箱ほどお取り寄せしたの。なんでそんな高価なもん食ってんだよ。過酷な環境を生き抜くため。なんだそのヘリルクスは。あんたらのいびりに耐え抜くにはいいものを食べて体力つけないといけなかったからね。他にも贅沢してたのか。この2週間毎日毎食1キロあたり10万円のシャトーブリアンを400グラムずつ食べてた。
お前の胃袋のどこにそんな容量があんだよ。本当にいいお肉って全然胃もたれせずペロッといけちゃうのよ。毎食ってことは1日で10万円分以上食ってるってことだよな。2週間で150万くらいだったかな。それって俺たちの食事には脂身の一切れも入ってない。あんたらに出したのはスーパーの半額肉だけよ。くそ、私には独身時代に貯めたお金があるから痛くも痒くもないし、合計200万円思いっきり使ってやったわ。そこまでするか。するわよ、当たり前でしょ。あんたらは私にそれだけさせるほどの仕打ちをしたの。ごめん、今更謝っても遅い。いやでも悪かったよ、ちょっと調子に乗りすぎた、謝る。あ、ここからは謝って許しを請うてすがりつくパターンね。時間の無駄。じゃあ、ちょっと待ってくれ、お前の収入がないと俺たちやっていけないんだ。慰謝料やなんやについては改めて弁護士さんが連絡するし、離婚を渋ったら慰謝料を上乗せするから。お前には情けってもんがないのかよ。もう二度と会うこともない人に情けも容赦も無用でしょ。せいぜい地獄を見ることね。魔女、鬼、悪魔、さっきのは嘘、お前は俺たちの女神です。戻ってきてください。後日談。それから私は一切彼らに会うことなく新しいアパートへと引っ越しました。弁護士経由で離婚届を書かせ、無事に提出、慰謝料と損害賠償を請求、500万円を一括で支払ってもらいました。どうやってお金を工面したのかあえて聞きませんでした。その後彼らは早速ローンの返済に行き詰まり、せっかく手に入れた二世帯住宅はローン会社という名の闇金に取り上げられてしまったそう。利息だけが残りましたが、それすら支払いができず、借金の額は膨れ上がるばかり、負のループにはまってしまったようです。月10万円の収入でどうにかなるわけもなく、元夫は闇金に紹介され謎の治験を受けているとのこと。副作用が強く、毎日ベッドの上でうなっているとかいないとか。元姑も闇金からパートを紹介されたそうです。24時間住み込み、食事付きの工場ですが、15時間労働、3時間清掃という労基、何それみたいな場所らしく、過酷な生活を送っていると聞きました。すべては噂好きの元ご近所さんから聞いたことなので定かではありませんけどね。私はというと一人暮らしを満喫しつつ、休みの日は原石収集のために日本、世界を問わずあちこちを飛び回っています。